ということでやってきたのは日本の大手電機メーカーソニー。来ましたねソニー。今回はスマートウォッチをご紹介するということなんですが、なんと新しいアスキー編集部の方が来てくださっているということなんですよ。どんな方なのかな、楽しみ。あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。同年代っぽくないですか。おいくつですか。実は25なんです。うわ、どういう意味ですか。落ち着いてるな。落ち着いてるな。紹介してくれるのはかなり落ち着いた雰囲気を醸し出した小林雄太郎さん。実はアスキー編集部に入社以降、ずっとソニー製品の記事をメインに担当している生粋のソニー通なんです。若いけど心強い。ちょっともう語りたい気持ちもいっぱいありますので早速行きましょう、はい、行きましょう。ちょっと急にお姉さん風になってますね。とせかされながら向かったのは新規事業の研究開発などを行うクリエイティブラウンジ。どこにありますか。実はもう目の前にこちらにございます。これですか。ちょっと持ってみてください。はい。なんかえ特徴的な部分とか見えますか。いや普通の時計です。手渡されたのは何の変哲もない至って普通の腕時計、うん、実はそのスマートウォッチの機能を実現するためのものがこの裏にここにバンド部に集約されてるんです。ここにそうこちらが新型スマートウォッチの上のアリスト。なんとバンド部にデジタル機能が埋め込まれているんです。中はこのように部品を分散させて配置、薄さやサイズ感などをキープして作ることに成功したんだそう。そうか、バンドと一体なのか。スマートフォンと連携するということはやっぱり電波を発するので、うん、アンテナ部分とかをここに凝縮するっていうのはすごく難しいことだと思います。ではこのハイテクバンドで一体何ができるんでしょうか、うん、確かに一見普通の時計だけどね。3つあるんですが、うん、はい、一番大きいものはお財布機能です。タッチするだけで支払いっていうのがあると思うんですけど、それがこの時計でできてしまいます。そして1日の歩数や消費カロリーをアプリに転送してくれるログ機能、さらに特定の人の着信があった時などに LED ランプと振動で教えてくれる通知機能があります。ちょっとディスプレイ型のものだと仕事中つけられなかったりするんですよ。そうですよね。なっちゃって、あ、ちょっとすいませんみたいな。そうそうそう。また肝心の文字盤は日本の時計ブランドシチズンを使用。専門のところにちゃんとお願いして作っていると。ちょっと高級感が。本当に正真正銘の腕時計ですね。そうかそうか。欲しくなってきました。腕時計としても充実してるぞと。しかしこの上のアリスト、実はもっとすごいポイントがあるんです。それはこちら。あ、なんと上のアリスト開発プロジェクトリーダーの対馬さんです。リーダーなんですか。ソニー。お若いですね。あ、はいはい。しかもイケメンですね。全然急になんかキャラ変わってきましたね。こちらが上のアリストの開発者、対馬哲平さん。現在26歳、入社3年目の若手社員さんです。そういう人がソニーにいるならいいな。なんと入社1年目から新規事業のプロジェクトリーダーとして活躍しているんです。しかし日本の最大手でなぜそんなことができたのでしょうか。入社してから3ヶ月間で、まあ、好きなものを作っていっていう研修があったんですね。でそこでこのプロトタイプみたいなものを作っていろいろブラッシュアップしていって事業化したって感じですかね。こうして社内の新規事業オーディションを勝ち抜きプロジェクトがスタート。資金はネット上で支援を呼びかけるクラウドファンディングで調達したんだそうです。ちなみにどのぐらい集まったんですか。1億ちょっとですね、はい、1億、はい、当初1000万円の支援を募集したところ、2ヶ月間でおよそ1億円の支援を受け、日本のクラウドファンディング史上最高記録も樹立したんです。ソニーへの期待もあるでしょ。こんなのあったらいいなっていうのを作って、まあ、その感覚と、まあ、世の中にもそういうふうに思ってらっしゃる方がいて共感を得て、スタートできたんだなというふうに思います。現在は対馬さんを中心に10人のプロジェクトチームで開発から営業までほぼ全てを行っているそうです。
新しいものを作って新しい市場で勝負するんで、一番初めっていうのはやっぱ市場がちっちゃいんですよね。でそういうところに例えば100人とかかけてやってると固定費回収できなくてペイできなくて事業が潰れるっていうのが一般的な社内ベンチャーとかの流れだと思います。めちゃくちゃ嬉しかったですね、これ出来上がった時とか。最初ね、基盤とか作ってね、基盤が動いた時とかね、泣いたりしました。泣きそうになったぐらいですね。若い風によって斬新なアイデアが吹き込まれた上ナリスト、今後も注目です。